どうも、しもえです。今回はね、ダークソウル2というゲームを、やってみようかなと思います。こちらの方はね、死にゲーで有名だったデモンズソウルと、ダークソウルというふうに続いてきているシリーズの続編になっていてですね、まあ、日本で発売されているゲームなので、海外よりかは日本で有名なんじゃないかなというふうな思い、そういうふうに思います。私もね、デモンズソウルはちょっとやったことないんですけども、ダークソウルは、2、3週ぐらいはしたのかな。でね、めっちゃ下手です。もう泣きながら、もう判別を書きながら、友達に励まされながらやった感じです。で、お手伝いに来てもらってね、待ち合わせをして、ってことで今回ももうめっちゃ死ぬと思います。本当、もうね、信じられないぐらい死ぬと思いますんで、決してね、うまいからあげるとかそういうことではないので、ご了承いただければと思います。PVP をね、あんまり考えないでプレイしていくので、そのキャンペーンをとりあえずクリアするということだけを集中するので、レベルを、ね、無尽蔵に上げるということになると思います、多分。私クリアできないので、レベルとか上げないと。なので、そういうのがお嫌いな方は、もう最初から上手い人の動画を探して、そちらの方をご覧いただければと思います。ということでですね、まあ何かした方がいいよっていうものでしたら、動画のコメント欄でお伝えいただければ、実行していきたいなと思いますけれども、それができればね、聞いてできれば話早いんで、まあ死ぬところをお楽しみいただく動画とご理解ください。ということでやっていきたいと思います。いや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 。皆さんもね、動画何分で、多分パート1はね、あまりカットなしで進むと思いますが、何分で死ぬかちょっと予想してください。私の予想では、10分、15分未満で死ぬ、デスをするという予想になってます。ということでですね、前作と同様、最初はカットシーンから入るんですね。これは何なんだろうね。まあ、知らない人には少ないと思いますけれども、生と死っていうね、概念があって、まあ、生きてる状態、その生身の人間の状態と、屍、死人みたいな、なんていうのかな、フォローって英語では書いてあったんですけれども、前作はね、その一回死んじゃうと、人玉みたいなのが取られちゃって、死んだ状態でプレイすると。で、かがり火で、なんだっけ、人玉みたいのを使うと、ソウルなんとかっていうのアイテムを使うと、人間の生身に戻れるんですよね。で、他人の世界に侵入して他人の信仰を邪魔したり、もしくはお手伝いしたりってすることができるっていうのが、一つの魅力でもありました。私は PVP そんなに好きじゃなかったので、入ってきた人と戦うぐらいでしたけど、なんかおばあちゃんの話なのかな、すごい昔、北にある、すごい大王がね、築いた城があったんだって、キングダムがね、ドレグニックっていうね、そのキングダムがあったんだって。すごいおばあちゃんだね。なんか、You will stand before its decrepit gate without really knowing why。 なんでかわからないけど、その大きい お城のこと言ってると思うんですけど、ゲートの前にね、あなたは立ってることでしょうって言って、あなたはそういう運命にあるのよってことをおばあちゃんは伝えてました。ちゅうことで、本人はどうなんだろう、この人は主人公なのかな、ちょっとわからないですけれども、多分主人公でしょうね。映像綺麗ですね、すごい。これできれば Xbox One とか PS4 でやりたかったんですけど、今後出るんですかね。ここは実写なのかな、なんかすごいやけにリアルですね。実写ではないか、さすがに。綺麗ですね、
前作もね結構映像は綺麗でしたね。あの死にゲーにはふさわしくないみたいなそう言っちゃ悪いけどクオリティ非常に高かったので楽しくんでやってましたけど、本当に判別を書きながらやってた思い出しかありません。これがゲートなの？あなたの翼は怒りの中で燃え尽きる、時間を超えてみたいな感じ。ここに入るの？それがあなたの運命なのだから、呪われた運命なのだからって言われて、この主人公はどうな、何この奈落の底に落ちていくと、ちょっとよくわからないですけれども、まあその死んじゃった状態になってるってことだと思うんですよ多分。ピックアックス used for mining、 何、マイクラ始まるんですかこれNot intended as a weapon だって、 but packs a powerful punch。 なるほど、ちゅうことでですよ、ちょっと操作方法を思い出しながらやらないとダメですね。この人はあの奈落の底に落ちてここの世界に入ってきたって感じ。あ、ゾンビになってますね。ほら死んだ状態なんだこの人。地獄みたいな感じだと思ったら分かりやすいかな。どうなんだろう、死んだ人がさまようその土地で繰り広げられるような感じだと思うんですけど、落ちてきたんだねこの人は、上の方から。さてこの人が主人公で、顔は緑色、まあ、死んだ状態ですね、ゾンビみたいなもんですね。ちゅうことで別に調べることないのかな。ちょっと攻撃方法はこれでパンチ、これがフック系ね、でこれが、あ、こっちでも攻撃できるのね。これがパリーね、あったねパリーで、ダッシュはこれか、 OKOK、 ダッシュは B ですね、了解。いきなり敵は出てこないだろう。前作はねちょっと始まり方が面白かったですけど、何も特にないのかな。おお、なんか犬みたいのがいたぞ、カランコロンって言ってね。こっちに行けばいいのかな、とりあえず。何ですかこれ、なんか世界観はロード・オブ・ザ・リングとかそっちの方の世界観ですよね。まあ、いきなり死ぬとこだったよああほんとこういうとこ落ちてよく死にましたよ本当に、もう勘弁してほしいわ。こういうとこ登れんのかな、登れない。ジャンプってどうやってやるんだろう、これで走って、あ、あれローリングか、もう一回押し込むのかな。あー、なるほど、オープン。さてさて、キャラクターとか作る画面はないのかな今作。何なんですかこれ。何？Oh my, your face. あなたの顔って。呪われたその顔って。It's an undead. アンデッドなのね。An undead has come to play. アンデッドが遊びに来たよよって。金さん銀さんみたいな人じゃない、あなたみたいな人はねここにたどり着くのって、うん、年寄りに話したんでしょって。何なんですかね、あなたは終わったの、あなたはホローになるの。ホローっていうのがその屍人みたいな感じ、死人みたいな感じですね。あなたはねそのうちね、やつらのやつらみたいになっちゃうのよ。この人たちは普通の人間の扱いなのかな。 This is the fate of the curse. それがね呪われたね運命なのよって言って笑ってますね。 What is your name? あなたの名前は何って。何しようか、翔平でいいか普通に。これなんか名前で変わっステータスが変わったりするってことは確かなかったような気、あーでもあったっけ、なんか特殊なこうやつを入れるとなんか変わったんだっけ、忘れちゃいましたねまあいいや、とりあえず翔平でやっていきたいと思います。
少なくとも自分の名前は知ってるのね。教えてくれたからあなたの報酬をあげましょう、いいものあげましょうって。ヒューマンエフィジーっていうのが多分これ人玉なんだっけ、なんて訳してるんだっけ、忘れちゃった。あなたの元なのよって言って、それは何だと思うって。あなたの過去をね、深く思い出しなさいって。そうよ、それがあなたの、それがあなたの塊なのよって。元に生きてた時のなんか人玉みたいな感じ。あ、ここで変えられるのね。なるほど。ボディ、ジェンダーは男でいいよ。ビルド、筋肉質、あ、こういう変えられるのね。すっげえ太った。これぐらいでいいか。これぐらいでいいよ。はい。これは何これ。あ、筋肉質にするかってこと。まあいいよこれで。はい。さて、皮はこんな感じでいいですよ。適当ですけど、クラスは何にしようか。ウォーリアー、最初から剣持ってるんだ。バトルスケアドウォーリアー、ハイストレングス、デクスタリティ、スキルドウィズウェポン。なるほど。ナイトはハイ HP& アダプタビリティ、タフトゥテイクダウン。なるほど。ウォーリアーでいいかな。ソードマンね。ウォーリアーにしよう。ギフトはこれ何にしようか。これいつも迷うんですよね。トスインティのボンファイトをレイズのストレングスをニアバイフォース。オンリーフォードーズフーシーグレーターチャレンジズ。なるほど。We are looking at fizzy. フーム。これは別に最初から持ってるやつってことね。ふむ、じゃあこれにしよっか。ライフリングが、あ、違う、リセットじゃないよ。OK。じゃあこれでいいや。はい、やっていこう。よし、もうなんだかんだで十何分も経っちゃうからね。うん、みんなね、同じ理由でね、ここに来るのって、あの呪いを解くためにねって。チャンスなんてないのに、わからないわよって。何なんですかこのおばちゃんたちは。怖いですね、なかなか。さあ、うん、あのドアを抜けてキングダムに行きなさい。だけどね、覚えておきなさい。あなたのソウルは大切にね。ああ。これ以上あなたと遊んでは遊ぶことはしないわって言って、あなたはね、早く行かないと全部失っちゃうわって。またねって、全部。気色の悪いおばさんたちですね。おばあちゃんたちですね。ということでですね、まあ序盤は、まあ、そんなに難しくないことを期待します。すいません、もうちょっと、まあ、序盤から半べそ書くのは嫌です。私話す、うん、ここはね、リンボーです。ドラングレックとあの外の世界をつなぐ場所なのって言ってますね。うん、あなたにもね、お話があるのは分かってるけど、なんでこんな場所を訪れることになったんですかって。こんな昔に滅びたね、キングダムにって言って。これ、特に何もないよね。これだけだよね。よし。宝箱もいい感じ？あ、いいね。これが、もうなんか調べておきますね。人玉じゃなくて、言玉じゃなくて、忘れちゃいましたな。どうやって訳すのか。ここら辺は別にいいのかな、もう。特にないですね。じゃあ行きましょう。まず、ちょっと装備は、今特に何も持ってない。あ、あれ？エストビンとかってどこでもらうのこれ。
まあいっか。エストビンとかあったよね。さて行くぞ。まずこれが、これが盾ですね。盾構えて切る。よし、オッケー。で、このボンファイヤーを灯すと。よし。ちょっと動画長くなるとね、切れちゃうこともちょっと音質とかがチェックできないので、ここで一回切りますね。さて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 、戻ってまいりました。ちゅうことで、あそこになんかアイテムがあるんで、これ多分壊さないとダメでしょ。これよし、これ拾っときます。ソウル・オブ・ロスト・アンデッド、トーチ、トーチ、トーチって明るくするためのものってこと？これなんだろう、トーチってなんだろう。ライトウェポンはこれしかないですね、やっぱりね。もうじゃあここ、なんかここを抜けてキングダムを目指しなさいとか言ってたんで、ちょっとやっていきたいと思います。さあ、ちょっとこっちには何もない。 OK、 いきます。あ、私ボンファイアに触ったよね。すっごい怖いんだけど、あんまりびっくりするような要素はないんですけど、とにかく死ぬんですよ私。変なとこ落ちたり。これはチュートリアル的な感じ？あ、本当だ。あ、これで、あ、なるほどね。ああ、あったね、こんなの。隙がでかいけど、こう強攻撃できるやつですね。あ、いた。ちょっと待って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 。あ、これで OKOKOK。 よいしょよいしょよいしょ。危ない危ない危ない。よいしょ。あ、避けた。パリーとかあったよね。どうやってパリーするんだっけ。あら、こっちパリーの練習しますね。ほら、撃ってこいよ、撃ってこいよ。あ、痛い、あ、痛い。こんな下手だっけ俺。あら、ダメだ、もう全然やめた。もう死んでられない。あ、俺のちょっと読めなくなっちゃったよ。なんてことしてくれるんだよ、もう。まったく。で、自分で壊しときながら怒るっていうね。あったあった。ダッシングジャンプ。ダッシングジャンプ。あれ？ダッシングジャンプ。あ、なるほど。やばいな、これ死にそう。ちょっとあそこなんか、やっぱ切れてるんだね。ちょっとやばいって、これ多分やばいよこれ。ダッシングジャンプ。オッケー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 。あぶね、こんなところでもドキドキするの嫌なんだけど。アンバーハーブ、これなんでしょうね。ちょっとやばい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 。また帰りもやばいよこれ。ダッシングジャンプ。よし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 。え、なんかなかった今。階段じゃないこれ。あ、クライムアップ。はしごっつうのか、こういうの。しょっぱながらね、ほんとはもう。ドキ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 しますよ、このゲームは。で、上になんかあんのこれ。エグザミン。ホワイルフェイリング、プランジング。あー、あったね。落ちてくときにやる攻撃でしょ？シールドクイック、パリー。LT、RT。LT と RT で？ RT でもできるの？あ、そうなんだ。これはガードブレイク。LS。ん？え？どういうこと？ LS 押し込んでこれで。なんかよくわかんない。ガードブレイクっていうのは何の技なのか。落ちていくときに、ジャンプ。OK、OK、OK、OK。これね。よしよしよし。よし。こいつら多分弱い、弱い敵ですね。よし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 。ちゅうことで、ここに何書いてる？ジャンプアタック、LS と、LS と RT。あれ？あ、走ってる中にってこと？これどここれ？オープン。失礼します。何もいないようです。ああ、これ他人の世界に侵入できるやつですね。で、そういうのあんま好きじゃなかったんでやらないと思いますけど協力するのは好きですけど、邪魔するのはあんまり。
ここはどこかしら。あそこから行ったんだっけ。あ、ここが上のとこね。で、こっち行きましょう。あんまちんたらしててもね、いいことないので、ここは行けないのね。了解。じゃあ下降りなきゃいけないみたいですね。ここ降りて大丈夫。よいしょ。で、次ここですね。チュートリアルが親切なのか何なのかよくわかんないけど、ちょっと、はい。サーチはサラウンディングス。なんか撃ってくるんですけど。ノックダウン。あ、これ蹴り落とせんのね。痛いっちゅうにお前。よいしょ。パリー手遅れです。ちょっとやばいやばいやばい、落とされる。下手すぎる。パリーが下手すぎる。パリーほんと難しいですよね。よし、後ろにさ、おおおおお、あ、ちょっと待って、危ね危ね、ちょっとやばいやばいやばい、死んじゃったー、ひどい。タイマー、わかりません。5分、19分と5分、24分ですね。答えは24分でございました。あー、チーンですね、本当に。下手すぎて笑えるでしょ。まあ、とりあえず思い出しながらやっていきますよ。で、こういうことになると、最後に触ったかがり火のところまで戻されるということでございます。よし、OK。気を取り直してやっていこう。こういうとこカットした方がいいのかな。どうしようかな。もういいや、適当にやっていこう。多分ここチュートリアルっぽいとこだけでしょ。多分基本は分かってるはず。ああいうよく分かんないことが起きなければ。よし、じゃあこいつをとりあえず縛いて、こういいや。よし、ほら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 、よし、 OK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 。この下は一体何なのかってことですよね。落ちていいのこれ。それー。危ない危ない危ない。おー、やるじゃない。それ。それ。それ。痛い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 。拾うと、この緑のやつを拾うと、所持金が元に戻るんですよ。所持金っていうか、ソウルが。よし。よし。落ちろ。落ちろ。よし。倒したみたい。で、この、あ、今、顔映ってますね。やっぱ緑色になっちゃってる。よし。で、ここ先行くと、失礼しまーす。もう一回死んじゃったからね。おー、痛い痛い痛い。もう結構攻撃してくるね。おー、かっこいい。後ろから攻撃すると確か強いんですよ。ダメージ与えられるんですよね。ここなんかいるんだけど、あそこに。何あれ、あれなんですか。あれ、ちょっと私にはよくわからないもの。またここ倒すのかな。倒す。ほら、よし。さっそうと死んじゃったな。あれ、こっちから来たんだっけ。こっちから来たような気がする。まあいいや、ここ開けてないからここに入りましょう。チュートリアルはぼちぼちこなしていければ。アタック R ね。これね、これ強攻撃だよね。ほら、70と、あ、でもそんな変わんないな。スタミナのね、概念もあるから。ターゲットこれね。 OKOKOK。なんかこいつは素手なんだ。よし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 。で、こいつはホールド。それは分かった分かった、それは分かったよ。これでダッシュね。まだいるみたいだ、どっかに。何あれ。おお、お前、いてて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 。こんなダメージいつからやった俺。いてーよ、お前は。また死ぬと嫌だからさ、もうさっさと行こうか。ちょっと、これで、あ、これで回復できるんだ。あ、なるほど、なるほど、なるほど。OK、OK、OK、OK。じゃあ行きましょう、行きましょう、さっさと。さっさと行きましょう。向こう側に行けばいいみたいなんで、
走って走ってこういうところでね落ちて死ぬんですよ私よく。なんかちょっとしてミスしてね。よしちゅうことでですよ、どこだ敵はどこだ。メッセージを読む。え、気をつけろ死ぬぞって書いてありますね。これね、先駆者からのメッセージですね。まあ、この先罠があるとか。ブレイバリーリクワイアド、勇気が必要だって書いてあります。この先にどういうことだこれは。トライメッセージ、よくわかんないけど、まあいいや。だいぶちょ盾を前にしてセーフゾーンアヘッド、ライトアヘッド。あ、綺麗。メッセージセーフゾーンアヘッド。わらー、いい景色です。ことまあなんか村って感じ。あ、ここはセーフゾーンなのね。さて、じゃあちょっと待ってね。こういうとこ調べてった方がいいの。あ、なんかあるね。よし、なんかよくわかんない。ブレッシングを手に入れました。よくねこういうところにもなんかあったり、脇道があってね行くと何かが手に入ったりすることもあるんで、ちょっと見ていきたい。あの村に入る前にあそこにもなんかある。ここ何これ。あったこういうとこあるんですよ。こういうとこね、セーフゾーンなんで多分モンスターは出てこないと思うんですけれども。大丈夫。よし、宝箱発見。よし、ピックアップアイテム。なんかコインを手に入れた。錆びたコインだって。でちょっと村があるみたいなんですけれども、何なんかなんかあった今。あ、これね、ブラッドステインっていうのを触るとこれ結婚ですね。ここで死んだ人が見れるわけですよ。これどうやって死んだか。ああ、Now the real fight begins だって。